無教室の内部無教室とは、音の反射をほとんどなくし、室内での音の反響を無視できるほど小さく、設計した部屋のことである。無教室は、自由音場の条件を実現するために、壁、天井、床を高い吸音性に仕上げてある。室外の音響や振動を完全に遮断するとともに、床、天井、壁を厚い吸音帯で覆い、室内の反響が生じないようにしてある。 工業製品や家電製品の動作音測定や音響機器開発などに用いられる。残響時間はほぼ例になる。そのため、周囲の音の反射具合に影響されずに、非測定物の発生、または検出する音だけを忠実に測定できる。例えば、スピーカーの周波数特性、マイクロフォンの指向性などを測定するために使用する。残響が非常に少ないため、 聴覚的には壁、床、天井などあらゆる物体が自分の周囲にない状態と同じになる。そのため、無教室にこもり、室内の照明を消すと独特の浮遊感を得ることがある。また、会話をしても発生に費やしたエネルギーの多くがすぐに当該室内の内面に吸収される。聞こえる音量が話者との距離の事情に、 反比例するという初等物理学の法則がほぼ正確に反映され、少し離れると非常にか細い声しか聞こえなくなる。先と同様に光で例えれば、天井面や壁面に黒い塗装を施された部屋では、白い部屋と比較して照明が暗く感じるのと同じである。無教室の床構造としては、グラスウールを針金の枠と薄い布で作った結晶の型の中に入れ、 尖った方を部屋の内面方向にしてに床、壁、天井に隙間なく多数設置したものが一般的である。グラスウールは単体でも優秀な吸音材だが、欠如にすることにより、くさび面に到達した音輪が隣り合う、くさびの表面で反射を繰り返すたびに減衰するので、さらに吸音効果が大きくなる。これを光の反射、吸収の場合で示すと、 多数の縫い針の針先を揃えて束ねると、針の表面は磨かれており光がかなり反射するにも、かかわらず、針先面に入射した光が隣り合う、針先の表面で反射を繰り返しながら奥に進むので、結果として真っ黒に見えることと同じ原理である。また、遮音のために部屋全体が建物から男性体で浮かされている場合もある。 床面のみが吸音されていない半無教室と呼ばれるものもあり、重量のある家電製品や自動車を測定する場合などに使われる。ありがとうございます。